こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやーちゃんです。今日も出ないなんて便秘に悩んでいませんか？私は物心ついた頃からの叩き上げの便秘症、1週間に1度しか出ないなんていうのが日常でした。玄米を食べたりマクロビをやるようになってだいぶ解消したんですけれども、今も外食が続いたり旅行に行ったりするとたちまち便秘になってしまうんですね。そんな私が今ハマっているのがもち麦です。もち麦は食物繊維が玄米のなんと4倍もありまして、この豊富な食物繊維が善玉菌の餌になって腸内環境を良くしてくれて、かさを増やしたり大腸の動きを活発にしてくれて、めちゃめちゃいいお通じが出るんです。今日はそんな便秘解消のスーパーフードもち麦の茹で方とおすすめ厳選レシピ3選をお届けします。使うのはですね、私の地元静岡県富士宮市で自然栽培を営んでいるてるてるファームさんのもち麦です。これ大種もちっていう品種なんですけれども、皮を剥いてないので食物繊維がさらに多くてよりプチプチ感も楽しめるという品種なんです。茹でてストックしておくといろいろに使えて便利、とっても簡単なレシピをご紹介しますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. ではまずもち麦を茹でていきます。先ほども言ったようにこちらのもち麦は皮付きなので、茹でる前に必ず洗ってください。さっとね、お米を洗うような要領で洗っていただければ大丈夫です。そして洗ったもち麦をお湯の中に入れます。お湯の量はもち麦の5倍くらいの量です。中火で20分から30分茹でます。出来上がりがだいたい 500g ぐらいになります。30分経ったらざるにあげて完成です。はい、それではまず1品目はもち麦のリゾットです。お鍋にオリーブ油を入れて刻んだにんにくを加えて弱火にかけます。いい香りがしてきましたら、みじん切りにした玉ねぎを加えて炒めます。塩を一つまみ加えて炒めていきます。こんな感じの薄いきつね色になりましたら、ちょっとこれを脇に寄せて空いたスペースに残りのオリーブオイルを入れます。そしてここにきのこを加えて油で炒めます。きのこに油が回りましたら、このきのこの上に玉ねぎをのせて、で弱火でじっくりと火を通していきます。きのこがしんなりしてきましたら、茹でたもち麦、ご飯、炊いたご飯ですね。そしてお水を加えます。そしてここにコンソメ。でこれは麹コンソメ。こちらのね動画で作り方をご紹介してるんですけど、今回はこの麹コンソメを入れていきます。普通のコンソメでも構いませんので、そして蓋をして軽く煮ていきます。はい、5分ぐらい軽く煮てご飯がふわっとしてきましたら、最後に塩と胡椒で味を整えて完成です。次にもち麦大豆肉味噌というのを作ります。今回はひき肉タイプの大豆ミートを使いまして、これは80度のお湯に5分つけたものを水切りしたものです。ここに片栗粉をね、少しまぶして、軽く混ぜておきます。大豆ミートの代わりにひき肉を使っても大丈夫です。その場合は片栗粉はまぶさずに使っていただいて大丈夫です。続いてフライパンにごま油、生姜のみじん切り、そしてお好みで鷹の爪、これを加えて弱火で熱していきます。香りが立ってきましたら、茹でたもち麦と先ほどの大豆ミートを加えて炒めていきます。2、3分炒めて馴染んできましたら、ここに味噌と醤油とお砂糖を合わせた調味料を加えます。調味料を入れましたら蓋をして馴染むまで5分くらい煮ます。はい、これでもち麦の大豆肉味噌完成です。3品目はもち麦のタブーリです。タブーリというのは中東で有名なパセリをたっぷり使ったお料理のことです。いくつかのお野菜のほか穀類を入れるのが特徴です。玉ねぎはみじん切りにしてレモン汁を少しかけてあります。きゅうりとトマトは5ミリ角くらいにカット。そして茹でたもち麦にたっぷりの刻んだパセリです。はい、これらの野菜を全部ボウルに入れてオリーブ油と塩コショウ、そして砂糖を少し入れたドレッシングを加えてよーく全体を混ぜます。はい、もうこれで完成です。味がなじむまで10分ほど置いてから食べると美味しいです。器に盛って上にチリペッパーをかけます。これはね、お好みでかけなくても大丈夫です。完成です。はい、それでは早速試食してみたいと思います。ではまずリゾットからいってみたいと思います。とろっとしてます。プチプチで、これご飯ともち麦を半々にしてるのは、もち麦だけだととろーりとした感じがちょっとなくなっちゃうんですね。なのでご飯を足しています。玄米でももちろんいいですし、もち麦をねたくさん食べたいっていう方はもち麦だけで作っていただいても大丈夫です。にんにくとオリーブ油が効いててめちゃめちゃ美味しいです。では次はタブーリいってみたいと思います。パセリの香りが鼻に抜けてすごい爽やかなんです。今回はパセリ使ってるんですけど、セリとかね、セロリの葉っぱとか、あと三つ葉とか、あとねしそで作っても美味しいです。結構いろんなハーブっぽい野菜を刻んで作るとめちゃめちゃ美味しく作れるので、是非ね作ってみてください。もち麦がプチプチしてて、玉ねぎやきゅうりがシャキシャキしてて、トマトがとろっとしているっていうね、絶妙な歯ごたえのサラダです。では最後にもち麦の大豆肉味噌、これいってみたいと思います。これはご飯に合いそう。甘辛の味噌味なので、これをかけたらご飯何杯でもいけちゃいそうです。私結構辛いの好きなので鷹の爪結構入れてるんですけど、ほんとお好みでなしで作っていただいてもね、全然いいと思います。今日はもち麦の茹で方からお料理を3つご紹介しました。てるてるファームさんのもち麦、自然栽培なので味が濃くってとっても美味しいです、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、ぜひそちらも覗いてみてくださいね。便秘でお悩みの方、ぜひぜひ作ってみてください。じゃあねー。